あのねのね、これまで以上に選手の移籍が活発となった2019シーズンの明治安田生命 G1 レール。その見どころをズバリ福田正博さんに聞いてみようかね。しくよろ。よろしくお願いします。そうさ、昨シーズンは川崎フロンターレがリーグ戦2連覇。今シーズンのフロンターレはどうだい？フロンターレはとにかく選手層が厚い。昨年の年間 MVP である家長昭弘筆頭に、中村健吾、大島亮太、そして谷口翔吾とタレントが揃っています。そこへ来てさらに今季からロンドンオリンピックの得点王レアンドロ・ダミアンが加入しましたからね。昨年以上に強力になっているの間違いないですよ。それじゃあよ、新シーズンもフロントーレが優勝ってことで決まりだってな。いや、それはわからないですよ。なぜわからない？ You know。 まず J リーグ全体としても昇格降格によってチームが入れ替わってますし、各チームとしても移籍や引退によって戦力が変わってますからね。去年とは全く違う新しい戦いだと思ってください。じゃあ巻き公開、注目のチームは？やはりヴィッセル神戸が気になりますね。おお、イニエスタの戦友が加入したヴィッセル神戸だよな。ダビド・ビジャですね。バルセロナやスペイン代表でイニエスタと共にたくさんのトロフィーを獲得したフォワードです。ポドルスキ、イニエスタ、そしてビジョ、ワールドクラスの3人がどのような連携を見せるのか本当に楽しみですね。早く見てみたい。これはもう神戸が優勝間違いなしってことだよな。いや、それはわからないですよ。なぜわからない？ You know。サガン鳥栖にも元バルセロナのフォワードクエンカが加入しましたからね。トーレスと同じスペイン出身ですからお互いやりやすいはずです。2人のコンビネーションから多くの得点が生まれる予感がしますよ。ほうほう、じゃあトーレスかクエンカが得点王で決まり中の決まりってわけかよ。いや、それはわからないですよ。なぜわからない言うの？昨年の得点王女王が名古屋グランパスにいますからね。今年はマテウス、ガブリエル・シャビエルの完全移籍も加わって、名古屋のブラジル人フォワードたちがどれだけ得点を量産するか非常に楽しみです。去年川崎フロンターレだったエウシーニョは清水エスパルスに移籍かよ。そうですね、昨年の8位から順位を上げたエスパルスですから、エウシーニョにも期待がかかりますし、日本代表入りを果たしたエース北川光也もアジアカップという大舞台で揉まれてきましたからね。より成長した姿を見せてくれるはずです。日本代表といえば佐々木俊、青山俊博の2人はサンフレッチェ広島だぜ。サンフレッチェ広島は昨シーズン2位ですから、優勝してやろうって気持ちは絶対に強いはずです。サッカーっていうのは気持ちが重要ですからね。ほほう、じゃあこれは優勝は広島ってことだわな。わからないですよ。なぜわからない？ガンバ大阪には昨シーズンのベストイレブンに輝いたフォワードファン・ウィジョ、そして新たに加入したキム・ヨンゴンという2人の韓国代表、そしてアジアカップ日本代表東口正明と、アジアカップで優勝を逃した代表選手たちがいます。彼らの闘志もみなぎっているはずです。アジアカップの悔しさを J リーグでぶつけちゃうわけだ。ちなみに俺はね、大阪で育ったもんだからして期待してるんですよ。彼らにアジアカップといえば、2011年に日本の優勝を決めたのは李忠成のボレーでしたが、彼は横浜 F ・マリノスに移籍しました。バンバー中澤が引退したマリノス、チームの顔ともいえる中澤が引退したマリノスが新マリノスとしてどんなチームになっていくか、今季の見どころの一つですね。あの鹿島アントラーズのレジェンド小笠原美園も引退かよ。そうですね、小笠原光雄が引退したアントラーズは今季から20歳の阿部裕樹が10番を背負うことになりました。昨年のベストヤングプレイヤーに対するチームの期待の大きさが伺えますね。アントラーズは主力のディフェンダーの移籍がありましたが、守備では高卒ルーキー関川育真、攻撃では横浜から伊藤翔が加入しましたから楽しみですよ。なるほど、高卒ルーキーなら青森山田の段崎陸も注目だ。
彼が加入する北海道コンサドーレ札幌は鈴木武蔵も補強してます。タイのメッシ、チャナキップと繰り出す攻撃には注目ですよ。そうよな、その札幌からはトクラケンがセレッソ大阪へ移籍。セレッソは杉本健雄が移籍した代わりにトクラケンを獲得しましたね。昨シーズン素晴らしいゴールを見せつけたトクラケンですから、今シーズンはスタートから乗ってるんじゃないですかね。まあまあ、杉本健雄もトクラケンもどちらもハンサムだよな。で、ハンサムといやあんたもなかなかのイケメンじゃん。まあ話を進めましょう。杉本健雄は浦和レッズへ移籍しましたから、浦和には杉本健雄の他にも強烈な左足を持つ山中亮介が加入しました。楽しみですよ。そうよな。でもって昇格組はどうなるんだって？そうですね、熾烈な昇格争いを勝ち上がってきた大分トリニータは J1 の舞台でも粘り強さを見せられるか。そして J2 のスピードスター松本山雅 FC の前田大然の速さは J1 でも通用するのか。前田は東京オリンピック世代ですから、今季の活躍が代表入りを左右しますので注目です。その東京五輪世代では板倉浩がビッグクラブへ移籍したとかしないとか。板倉がいたベガルタ仙台は長沢俊、兵藤慎吾とベテラン選手を獲得しましたからね。久保建英はFC 東京に復帰。久保建英も五輪代表候補です。 FC 東京としても若い刺激を受けて面白いチームになるんじゃないですか。首都東京が強くなると東京五輪も盛り上がりますからね。あとあれだ、あれ、小川幸輝も気になる。そうですね、東京五輪代表のエース候補ですからね。ジュビロ岩田、昨シーズンは負傷者続出で最後の最後まで苦しみながらなんとか降格を免れたジュビロですからね。今季は小川幸輝の活躍とやっぱり中村俊輔です。優勝争いも可能だと思いますよ。そういえば優勝といやルヴァンカップ王者も忘れられない。湘南ベルマーレです。優勝を決めるゴールを挙げた杉岡大樹も東京五輪世代なんです。若い世代が輝いているチームはやっぱり目が離せないですよ。はてさて、では聞こうじゃないの。福田さんよ、結局詰まるところどこが優勝候補なんだ？全くわからないです。なぜわからない？オーマイグッド。それぞれ新しいチームになり各選手新たなモチベーションで戦いますから、昨シーズンとは全く別物だから分かるわけがないんです。おいおい、それじゃあ J リーグは見なきゃ分からないってわけ？当たり前です。だからサッカーは楽しいんですよ。うっとっとっと、ってことで2019シーズンの明治安田生命 J1 リーグ各チーム各選手たちの熱い戦いにずいずいと乞うご期待。楽しみですね。